伝統的なトトラ製の足舟。現在は観光用。プーの港に停泊しているオランタキ船などが航行可能な湖として世界最高所とされている海抜3810メートルの父地カカコでの船舶死はおそらくウロ族の伝統的なトトラ足のイカダで始まった。その後、この地を支配した他の文明は積載量の大きな木製の小舟を建造した。 1530年代、植民地化が始まって間もなく、船乗り不安なドリリエロによって運航されている小さなブリック船の存在がすでに記録されている。1536年、スペイン人の隊長アンスレスエイリエスカスは小型船を使って湖の偵察を行った。1539年、エルナンド・ピサロは湖のどこかに沈んでいると言われていた。 黄金の鎖を探すため遠征隊を派遣した。船は大破し、その際1 0人のスペイン人が亡くなった。ペルー復王、フランシスコ・デボルハイ・アラゴンは1617年に湖で運航するために8隻のバヘル船を送った。この船はモリエンドの港に到着し、そこからフリの町に移された。これらの船はボリビアに、 コパカバーナの境界の建材を運ぶためなどに使われた。1830年にインデペンデンシアという名前を授けられた木鉄構造船が建造されたが、この船は諸女高校で沈没した。最初の鉄船は1855年頃に米国で建造された蒸気動力船のスクーナー、オーロラだった。1860年に プーノの住人であるドンヘロニモコスタに買い取られて、アリカまで送られ、そこで解体され、ロバの背中に乗って、プーノに運ばれて、そこで組み立てて直された。再造船時に当時最高の設備が組み込まれ、アウロラデルキティカカと改名されて、乗客と貨物の輸送に使用された。新船の諸女高校は1871年5月7日、プーノとボリビアのウアリナ港の間で行われた。 このスクーナーは1877年まで運航された。この年、アマンタニ島での座礁事故で失われた。1861年、湖のペルー船の歴史が変わった。ラモンカスティーリャ原水の政権は、湖で使うペルー海軍用の蒸気船2隻を取得するために、マリアテギ巡章をイギリスに派遣した。これらの蒸気船は、ヤバリとヤプラと名付けられた。 連鉄製船体のこの船は分解された状態で出荷され、1862年10月にマゼラン海峡を通過した後、アリカ港に到着した。2隻の船は1863年9月に鉄道を使ってタクナに運ばれた。1863年10月、プーノまでのアンデス越えの旅が始まった。 最高で標高4000メートル以上の山道を総重量210トン以上2766個に梱包された船がポーターやラバによって運ばれた。彼らは11月18日からプーノに到着し始めた。もともとはイギリス製だがプーノのワッヘ造船所で組み立てられた。1870年12月25日に浸水。1976年に ペルー海軍に移管され、バップ、熟糸と改名された。1987年にヤバリ財団が船を買収して復元し、ペルー最初の海軍博物館に変身させ、元の名前を付けた。現在、世界最古の鉄線である。洋木、全長47.85メートル。全幅5.18メートル。喫水3.48メートル。元々は、 イギリス製だが、プーノのワッヘ造船所で組み立てられた。1872年3月18日に浸水。1976年にペルー海軍に移管され、バップ、プーノと改名された。現在、世界で2番目に古い鉄船。病院船に改装され、ペルー側とボリビア側、両国の湖岸の町を巡回している。要目、全長。 38.16メートル。全幅6.10メートル。喫水3.96メートル。もともとは、スコットランドで作られ、バラバラの状態で森エンドまで運ばれ、プーノのワッヘ造船所で組み立てられた。1893年3月5日浸水。ペルーとボリビアの間の船仲だった1910年に、船績文書が盗まれ、 1935年になって初めて期間の満了により所有者であるペルーの会社の所有権を確認することができた。会社の国有化後、ペルー国鉄に移管され、後に放棄された。スクラップとして売却されたが、購入したビジネスマンのジュアン・マリーがラニバーによって観光レストランとして復元され、スコットランドから到着して組み立てられた場所のすぐ近くに固定されている。 国の文化遺産として宣言された。洋木全長51.53メートル。全幅9.14メートル。喫水3.80メートル。もともとはイギリスで作られたが、バラバラの状態で森エンドに運ばれ、そこから列車でプーノに運ばれ、ウワッヘ造船所で組み立てられた。1906年浸水。長年の活動の後、 ペルー国鉄はスクラップとして売却した。洋木全長67.05メートル。全幅6.10メートル。喫水4.26メートル。もともとは1930年にイギリスで建造され、モリエンドまで分解された状態で運ばれ、そこから列車でプーノに運ばれ、上っ造船所で組み立てられた。1932年浸水。 ペルー国鉄に移管後、さらに民間企業ペルー鉄道に移乗された。現在は収益せず、最小限のメンテナンスでプーノの不団に固定されている。要目、全長80.77メートル。全幅10.66メートル。喫水3.96メートル。1970年にカナダの会社ハリファックスシップヤードによって建造され、上っ平造船所で組み立てられた。 1971年8月30日浸水。現在はペルー鉄道に譲渡されており、収益せずに係留されている。甲板にはレールがあり、鉄道車両を積載して輸送できる。要目、全長87.00メートル。全幅13.40メートル。喫水2.92メートル。社会的行動のための巡回プラットフォームは、 開発、社会包摂省とペルー海軍によって運航される支援船で先住民が多く居住する辺地を巡回して医療、行政サービスや教育支援、暴力からの青少年保護などを提供する。ラゴティティカカアイは海洋工業サービス社のカヤオ造船所で作られ2017年10月16日に収益した。全長は十四メートル、全幅七メートル。 最高速度11ノット。乗組員は45人。コロナウイルス感染拡大のため、対応策を任務に追加し、全乗員のウイルス検査結果の陰性が確認された。あと、2020年9月12日に出港した。要目、全長42.00メートル。全幅8メートル。喫水1.8メートル。ありがとうございます。